今日は4月19の9時ぐらいですね。でまあモンスターソルこんなダラダラやっててもしょうがないんで、まあ一応中の資材をとにかく消費していかないとどうもこうもならないんで、これ、まあ、埋め合わせをしていきます。まああとここのせっかくもうぶった切ったんで、まあ、床じゃないや天井の点検口にしようかなって感じです。まあこれは後でやりますね。まあ一応あの時の材はあるんで、とりあえずこの剥がしたタイルだけをちょっとまた戻そうかなって感じです。はい、そんな感じでやっていきますか。はい、今日はですね、画面真ん中上あたりですね、あそこを切ったんですよ。で、なんで切ったかっていうと、去年の段階でここ蜂の巣があって、この蜂の巣を駆除してます。で、ちゃんとっていうか、スズメバチの巣だったんで、まあ嫌でした。で、まあなんていうか、そう、まあ、振り返ればこのコルクのタイルも蜂の巣駆除もする必要はなかったっすね。で、なんでかって言ったら、まあ、越冬できるほどあったかくないんで、あと、この家の気密性もそんなに高くはないんで、まあ、ほっといてもよかったんじゃないかとは僕は思いましたね。でもまあ、やっちまった方も仕方ないし、まあ、家を知るための家みたいな感じの、まあ、ちょうどいい木造の平屋なので、やった方に、まあ、分かんなかったからやっちまっただけで、次からはもうちょい、もっともっと楽に、あとは早くできると思うんで、まあ、初めの一歩ですよね。まあ、ここシェアハウスとしてオープンというか、今年が勝負ですね。まあ、今年っつっても、もうあと1ヶ月、2ヶ月のうちですね。まあ、さすがにまたお金ないです、住み込みバイト行きますっていうと、それってなんか意味があるのかっていう疑問がすごい出てくるんで、もうここは踏ん張ってオープンまで行くことが、まあこれを買ったのが2020年で、まあ2年経っちゃったんで、まあ、そうそうオープンになっちゃったと思います。そのために買ったし、そのためにやってきたんだから、だらだらやってても、まあ、しゃあないんで。まあ、動画に戻りますけど、これはですね、もともとここコルクの天井でした。コルク板っていうのかな。まあ、確かに、あれ自体も断熱性はあったんですけど、そのきっちり敷き詰めてるだけで、気密性っていうのはそれほどないんですね。で、この上には通風口があって、で、この家の屋根裏の特徴として、すごい風の抜けが良すぎるんですね。普通はその換気量が足りなくて、かびるのが普通なんですよ、家の小屋だって。でもそれがないのがすごい救いで、でもそれがゆえに、その風が吹いたら全部外気がですね、天井から室内に入ってきてしまうし、ちょっと埃っぽいんですよ。天井の埃もなんか入ってきてる感じですね。で、僕はアレルギー性鼻炎は結構敏感な方なんで、なんか外が風吹いてると、なんかずっと鼻水出てきて、出っ放しでした、この家。なんでかわかんないんですけど。あとは、この家買って1年目かな、テントで寝た時代があるんですけど、まあ、あの時代は、そうですね、床も天井も、断熱してなかったから、テントの中がすげえあったかいんですよ。でもやっぱりその床が冷たくて、なんだろうな、お腹を冷やしちゃうんですよ。腰から、いや、床の底冷えが激しくて、で、すどこ買ってもそれが治ってない。底冷えが激しいですね。で、まあ、この原因としては、水が今床下に入ってたし、湿気がある床下は、やっぱ冷たい。北海道とかその雪国でも湿気がなくて乾燥しててマイナスだったけど、湿気がなくて寒く感じるみたいな、そんな感じで
床下がクソ冷たいっす、この家。なので、まあ、床下、あと天井ですね。これ天井は夏の暖気の、暖気ですね。冬の冷気も当たって、天井からこうピアーってしますね。ピアーって。したいですね。で、これを断熱材敷いて、これ天井閉じたら、ものすごいこう違いますね、体感が。めまいしないですもん。だからもう朝も寒くて目を置くこともないし、目が覚めることもないし、まあそれなりの感覚っていうのは、手に入った感じ。まあ今思えば、これ、ボルトミーターを貼ってるこの時間よりも、剥がしちゃったらもう、ね、剥がしたところにあの石膏ボードをバンバンって貼っちゃって、方が早いんですよ、絶対。で、石膏ボードに使って全然いいんですよ。だからそこなんですよね。だからそこら辺の引き出しというか、その経験のなさがこういうなんか変な判断をしてますね。だからまあ、これも最初の一歩と最初の一件目だから、これはこれでまあしゃあないと思います。やったら気が済むから、まあ気が済むまでやっちまえって話で、気が済まなくて、そうですね。まあ多分、どんな頑張っても、ええっていう仕上がりだと思うんですよ。今もクロス貼っても絶対このデコボコの天井はエアーが入る仕様なんで。だからまあ、これはこれで必要経費ですね。まあ楽しいからいいと思います。はい。でまあ、これはですね、やっぱりその通風口の口が揃わなくて、それで苦労してますね。やっぱり、全部が全部ちゃんとした、なんだろうな、板で取っておけてないんですよ。ところどころ破きながら無理くり取っちゃったから、それがちょっと今は痛いっすね。でもまあそれ気にしても、その隅は絶対取れなかったから、まあしゃあないって感じっすね。まあこの作業いらないっすね。自分の動画出しながら自分にダメ出ししますけど、これやるんだったらもう石膏ボード貼っちゃってよかったと思いますよ。だってここはもういいやって感じですね。まあ、むしろここもバチバチ先にあの今上にあのマグロールっていうウールなんですけど、でね、5000円ぐらいで 91×22m なんですよね。あ、91cm×1メートルが100センチだから、2200センチか。なかなかお買い得なんですよね。で、ウールだから全然カッターで切れるし、変な形のところにも全然バンバン突っ込んでいけるから。で、まあ、もう一回、次のな、ノブチだっけな。あの、石膏ボードのビス打つ用のところをなんか3本ぐらい入れて、その間に、このウールを打つでも良かったんですよ。天井が低くなりますけど、別に天井低くなる分にはまあ全く問題なかったですね。むしろ天井が低くなった方が、あの気密性が上がります。天井のあの際ですね、際がすごいあの隙間が空いてるんですよ。だから吹かし壁、吹かし天井をやってもうちょいそっちの断熱はできたって感じっすね。今思えば。でもまあ今思えば、一人じゃあの貼れなかったんですよ、石膏ボード。あの途中でバキって折っちゃって。だから一人でやるってこと考えたら、このコルクも使っちゃった方がいいなって思いました。でも今、またたられますけど、もうちょいピシッと貼って、隙間なく貼った方が断熱っぽくはなったかなって感じ。
いや、でもまあこの通風孔というか断熱、違うの、天井の点検孔ですね。これは定期的に入りたいんですよ。なんでかって言ったら、雨漏れを直した跡が意外とあるんで、だからまあ雨漏れを見るのに、やっぱりちょいちょい定期的に屋根裏は登りたいから、これはちょっと残しておきますね。まあ屋根裏登るのもあの練習だったり訓練なんで、まあこれきついっすよ、マジで。結局1日でなんとか根性でやったのか。で、あとは、板を切って切って、通風孔の板も作んなくちゃいけなかったんですよね。だからその寸法ですね、ただ蜂の巣を取るためだけにデタラメに切っちゃったから、それのリカバーがちょっときついっすね。いや、まだここにあった蛍光灯をブラーってしてるばっかなんで、これ邪魔だったっすね。はい、で、これがですね、通風口の蓋作ってる最中ですね。で、まあ、この日の動画を全部ぶち込んだんですけど、全部が10倍速以上でこれ、動画編集してるっていうのも異常ですね。なんでナレーションを入れる以外なかったんですけど、まあ、この蓋作って、何やってんだろう。ああ、釘を切って、てるんだな。まあ、取れない、抜けない釘多かったんで、で、ちなみにこれを使ってんのはこれ、まあ、あそこ切ったやつと床の粗床ですね。あれを何本か使った感じです。で、寸法も測るじゃなくて、あっちに合わせながらこう無理くりやってるんで、まあ、そこら辺も行き当たりばったりしすぎると、リフォームとか家をどうこうするって、まあ大変なんだなっていうのが分かりました、今回のこれで。まあこれはあれですね、蓋、床下天井の点検口の蓋作って、断熱材もちょっとかましました。で、ここにももちろんコルクのボードを売ったんですけど、いや、なんかね、サイズ小さい。わからないけど。なんでかわかんないけど、サイズが小さいんですよね。これもなんとかなんとかえっちらおっちらその場しのぎその場しのぎでやってきちゃったんで、やっぱりその設計をする、計画立てるっていうのは絶対必要っすね。はい、今日は4月19の午後5時ぐらいですね。まあ、一応点検口を作って覆いました。まあ、あとはもうクロスでバーッと、クロスをカッターで切って、タッカーでバチバチやって終わりです。で、正直、このコルクボードをやる必要があったかっていう疑問が終わった今出てきましたね。多分なかった、やる必要なかったのかなって思ったんだけど、これ、処分するのも産廃扱いだから高いんだよね。だから金ケチって仕方なく使っちゃったって感じだけど、これは良かったんだろうか。ああ、よくわかんないな。でもね、ここ暑いんよ、一番日当たるから。で、冬場は今これ日当たりいいから、夏はここからクソ暑くなり、冬場はここからクソ寒くなるであろう場所だから、ちょっとね、厳重にやっておきたいですね。で、あとは窓の隙間ですね。窓はまだまだ先っすね。で、あとは天井からやっていきます。今日はここもくらいかな。はい、今日は点検口を作りました。この調子で頑張ります。バイバイ。